画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。ナースです。はい。というわけで、新キラー、ゼロモーフのね、パーク持ってきておりますが、パーク云々以前にね、攻撃が当たんね。攻撃が当たんないのよ。悲しいかな。あ、びっくり。いやー、こういうこと当たんねえのよ。はあーあーああああ怖っ。当たんねえのよ。いやはいや、え、こううまことが持ってたっけ。あっ、オッケー。そう、これね、ロッカーで防げないんですって。この叫び、ナースである必要性がない。ところでナースである必要性がない。ここに払っといて。そっち行く。わーい、当たんね。やばい、通常攻撃したら当たんね。あー、つるつるもん。当たんねっす。攻撃が当たんねえよ。こういうところは当たるんですよ。ブリンクの精度はいいんだけど、攻撃の精度がゲロっていう。なんか一人死んでるんだけど。そうだよね、叫んでるところの強調表示が出ない時があるのか。当たんね。いねえ。あー、そこにいる。あ、で、ここ広くなったんですよね。よいしょ。で、歯吐いた。はい。よいしょ。あー、もう全部向こうや。
上にあったわ。救われてる。ミスった。あんだけ有利な状況からめっちゃ立て直されてるんだけど、まあ仕方ないよね。攻撃当たんないんだもん。当たんないのよ。ああ。そういうとこ。そういうとこよ。わかるか刑事、そういうところや。これは切れそう。見てないフリね。左にいたわ。そういうところ。こういう時でニコラス。よいしょ。そこなのか回してたの。ずっとさ、フェリックスだよね。フェリックスの気配がなかったんだけど。ほんでパーク使ってね、使おうか久しぶりに。もうやだ、帰る。いや、やっぱ実家が落ち着くよな、やっぱこの実家が。ディストーションかなんかついてないか。足跡もなく消えた？叫んでいたのに？君はすごいね。隠密場所がすげえ。
いしょ。フェリックスいなかった今。いるよな。服が青いから見やすいぜ。あー見ないで。私のことをそんな目で見ないで。よいしょ。だけどね、攻撃が当たんなくても人が見えればいけます。勝てます。もう本当だったらもう最初のねところでキャンプしてしまえば終わる話だったんですけど、まあまあまあ結果オーライということで。よいしょ。焦って振りすぎなのかな。最近ナースやってもさ、攻撃当たんないわ、オブジェクト越しに飛べないわつ。まあそんな中でも2回に1遍ぐらいは全滅取れてるんで、まあいい方なのかもしれないけど。なかなか難しいですね。ディストーションが2人、まあ、隠れ話ではね、ディストーションで回避されるんですけど、この究極の武器ロッカーでもディストーションでも回避できないという感じのね爆なんで、まあやっぱね強いっちゃ強いのかなと思います。まあどうだろうな、もう隠れ話でディストーションあったら諦めるぐらいの感じの方が好きかな。叫んでもね離れるんだよサバイバーは基本。なかなか難しいですね。まあ、やれるとしたら鬼かな。アンパン中にこう走りながらやれば回避しづらいサバイバーもね。かなと思う。まあ、やっぱロッカー開けるっていうのがなかなか無駄な時間なので、隠れ話の発電機ケルは、まあ、イラプションとかさ、イタチとか、呼び声とか持っていったら、まあ、そうでもないけど、ロッカー開けるはね、なかなか、なので、はい。まあ、どうなんでしょう。というわけで、究極の武器ナースでございました。ナースが使える人が使ったら強いと思う。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。